田植え無事終わりましたので、ちょっと早い時間に風呂入って、まあ雨降ってるんですけど、こうか。メダカをめでながら一杯やっております。夕方ちょっと餌をあげてみたら、やっぱ人の影があると下の方潜っちゃうんですけど、ちょっと遠くなったらヒューって水面に上がってきてパクパク食べてました。まだ上にいるってことはお腹空いてんのかな。まあいいか。ほら、いい感じです。映ってんの？わかんないけど。このゴールデンウィーク、いろいろ頑張りました。田植えやりきりました。ご苦労様でした。その前にいろいろ準備してたのが、ちゃんと回収できた感じですね。メダカというか、ビオトープ。ビオトープ？ああ、水槽。やりました。いいと思います。あと、天然芝張りました。どうなるかわかんないけど、うまくいくかなと思ってます。あとは、焚き火のセットというか一式揃えました。まあ揃えたというか、椅子買って、テーブル買って、なんだっけ、焚き火台買って、あとは100均にポポポッと揃えて、とにかく目的は、焚き火をやることよりも薪を消費しないと、ゴミというか薪がゴミになってるんで、薪を消費しようと思っての焚き火です。本当は木をやりたかったんですけど、ちょっと一段落したから、残念ながら雨なので、また次回ですね。あと、そんなもんか。そんなもんですね。毎日忙しかったです。でもまあ今日の田植えはきつかったな。苗を運ぶのもやっぱ一人だとしんどいね。あとは何度か田んぼの中をべちゃべちゃ歩いたのが、やっぱり腰に来てますね。今日はもうさっと飲んで、外で寝ようかなって感じです。